までちら。ではごゆっくりお楽しみください。湖池屋のトルティアチップスを食べたいと思います。トルティア、なんか業務スーパーとかで買って食べたことはあるんですけど、湖池屋も出してるんですね。はい、なんか裏側のお菓子として食べるので料理にも使えますよみたいな感じでアピールされてます。なんか無添加とか食物繊維入りとか、こういうなんかいろいろ部分をしてますね。でも肝心なのは味ですからね。どんな感じなんだろう。それではちょっと着色式が、これは保存しておくときにも便利ですね。はい、中身はこんな感じになってます。それで、ではあと薄いですね。結構もうちょっと分厚いものだと思ってたんですけど、では断面はこんな感じになってます。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。確かにポテトチップスとはまた違ったパリパリ感がありますね。この音心地よくて本当に好き。トマトとか欲しくなるな。口の中に入れた瞬間にパリパリとした心地よい食感と音、そして程よい塩気が効いた味わいが口の中に広がってきてとっても美味しかったです。これは確かに料理、サラダのトッピングとかに入ってもいいアクセントになりそうですね。ポテトチップスとかとはまた違った美味しさがあってとっても良かったです。これで食物繊維も取れるなら嬉しいですね。なんかいろいろ作ってみたいなっていう気持ちも込めてこちらの点数とさせていただきます。それでは身近用でブラックホールを吸い込むぞ。いや、ブラックホールに吸い込まれちゃうよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。